ファンディング、新しい未来をつかみ取れ。え、その自社サービスって、それ、これ S. N. S. の自社サービスって求人。求人で、あ、ぜひ見ていただければ、よければ、インスタグラムそれ Q. R. コ Q. を出していただいたら。弊社のあの会社が出てきて、自社で運用していて、そこにえっと、いつも求人が入るようになっています。その求人の人たちの何が魅力で来るんですか。いつもよく言われてるのが、常識で勝負しないっていうところがいいってよく言われますね。そもそもインセンティブ制度じゃないんですか。 いや違いますね、なくて違います来てくれるのはインセンティブは誰も、お金は誰も行ってこないですね、今、私たちのの,の,のけてるのが、人とありが、あのもうすごく仲いいんですよね、うちの従業員が、そういうのもすごく全面的にインスタグラムに出してるので、あそういうやっぱり、やっぱり今求めてる人たちって、やっぱり人なんですよね、だからそこを理解してくれて、気になります、気になりますっていうのが、1日、2つ送ってくれてて。あと、独立するっていう話ですけど、独立の支援をするんですか あと、実際には会社として、子会社としてあのするんであれば、子会社になってもらって、あのうちのほうが親会社として。まあだからそういういことですよねそうです要するにフランチャイズ化じゃないですけれども、はい、独立していく人たちからも何かしらのインセンティブをもらえるような、手数料もらえるような仕組みを作っていくというそうやって事業を拡大していきたいというイメそうです。 まあ僕がですね知ってる限り、ありリクルートさんも似てるかなと思っててリクルートさんって結構独立していくんですよで最近では違うんですよ昔だったら3年で独立しなさいなんですよそのやり方をとっててで優秀な人をどん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 集めていくんですよねで リクルートさんがそれができるのは当然ブランディングがしっかりしてるんで、はいはい、それでおいて人がいい人が集まりやすいからこそどん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 給料高くなる前に出ていってくれていいですよと、はい、でその代わりやる気のある人だけバン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 入ってくるんで独立将来でだからリクルート出身って世の中めちゃくちゃ多いでしょ、はい、成功してる人でリクルート出身ってめちゃくちゃ聞くわけですよそれがまたリクルートのブランディングになるわけですよ、はい、でただリクルートさんがそれができるのはブランディングとして強いからであってあの御社で難しいかなと思ったんだけどもなんか従業員が楽しくしてる とかそういったブランディングが結構できてるんであれば、はい、なかなかうまく作ってるなっていう気がするんですよねあ,ありがとうございます、まあ、従業員の,あの笑顔というか仲いいのは一番自信がありますねもういつも楽しそうにしてるので友達って言ってますみんな自分みんなのことをいつも遊んでますプライベートでもそれは結構一番の強みかもしれないですね正直大体いい年齢はどれぐらいの方が若いです20代前半が多いですね2524上でいくと28もいますね30歳もいますけどまあもう30歳より以上はいないです それより下ですねこの3人の中のこの人は奥さんですか奥さんですそう,、ね、そうです妻もす,すごいのがそのうちの SNS の運用は全て妻がしてくださってて今そのチームの,この2人いてあそうですだけどバリバリ働いてるんだやっててくれてます運用については全てやってくれてて採用も成功させてくれててまあもちろん言い方変えれば人件費ゼロで全部やってくれてる状態です 奥さんが今、えっと成立のほうのチームの、えっと、リーダーとして、えっと、部下が今5名を率いて、えっと、全部やってくれてますまあ総合的に僕話聞いてて思うのがどのぐらいの規模の会社にしたいのかっていうことが見えてこないんですよね、はい、今のところね従業員の末端の人とまでプライベートまで遊びますっていうのは限界があるんでその通りですね、うん、それを100人の体制でもできるのかって難しいんでじゃあその時どうしますそうですね、まあ、僕は今思えるののが結構その 世代に分けてるんですよそのグループを 2>, 2世代って決めてて、こう大体ここぐらいまでしか僕は見れないから、だからその下の、例えば統括とかが逆に僕の代わりになってもらわなきゃいけないんですよね、それを全部分けてはいるんですけど、僕的には、まあ、もちろん年商としてはまあ10億までは、まあ、一応私が思っている中では、到達は別にあの難しくはないかなと思ってるんですけど、まあ、上場とかは正直あんまり、ごめんなさい、あんまり興味がないかなと思ってるんですけど、まあ、でも、会社としての規模としては、まずは10億円は行きたいなって思ってます。何名で10億円に行きたいですか人数多すぎても正直あんまり意味は な,ないなと思っているので、だいたい三十から四十名のあたりでなっていったらいいかなと思ってます。で、今今は三十名ぐらいいるんでしたよね。今三十名ぐらいいるんですけど、実際にはあの SNS の方とセールスの方とウェブの方って分けてはいるんですけど、まああの三十名ですけど、だい四十名ぐらいまで行くと、そこら辺のまああの事業の内容にもよるんですけど、今業務委託の方も入ってるんですよ。うん、それでごめんなさいね、あの言える範囲でんだけど、はい、その今のえっ、ー、と人数でね、リソースで、はい。 いくらぐらいの売り上げになってる？えっと大体業務委託のこうちょっと入れていいのかどうかわからないんですけど、入れていいですか、ね？大体、うん、まあ約今日も言ったんですけど、大体今800からぐらいですかね、700から800ぐらいの。月にってことですか？そうです,今のですで。年間で1億を生産性を10倍に上げるっていうわけじゃないですか？そうです。あのそれはどうどうやって10倍に上げるの？その今の人員で同じようなあの商材は使ってて10倍に上げるってことが、はい 難しいなと思ってて一人、一人一席で作れる利益ってもうアッパーが決まってるじゃないですか、大体一席で300万ぐらいマックスで作れたとし,したんですよ、はい、売り上げが30。30人いたら、まあ、900万じゃないですか、そしたら今がアッパーじゃないですかって話んですよ、30名でね、売り上げ規模でいったら、はい、それを一人九百えー、と3000万まで上げていくって話でしょ、それ、理論的にそんな会社ないじゃないですか、はい、代理店営業してて、はい、それって言ってることの全然あの整合性がないんですよ、僕の,の聞いててね。はい 楽しくしくたい従業員のま,たいまで付き合いたいたでも100人になったら組織で統括がいてその人が下の人を管理するで最初に言ってたのはその前に言ってるのは全員とコミュニケーションを取るって言ってるじゃないですかでも100人になったら普通それって普通の組織なんですよ。下、ねはい、下ののの人人がその下の人を ね、あの要は対応していく、まあ、社長さんは待ったまで対応できません、普通の組織じゃないですか、はい、だから聞いていくと、普通の組織にしか聞こえなくて、それを30名で生産性を10倍にしていくっていうことが、理論が全くないから、はい、あの僕はなんか、うん、エスラごとに聞こえちゃうんですよね、申し訳ないですけど、どエスラごとにしか聞こえない、だから、最初から話聞いてて、あの全く僕の中で腑に落ちてるところはないんですよ。 あのなんどうやって10倍の生産性を得るのか、だから僕、300万の生産性で1人がね、売り上げで、それをあの100あの今の300人、10倍に対戦していきたいから、資金、キャッシュフローが、あの今、資金が必要ですと、回すために。って分かるんですけど、人数は30人、売り上げは 10, 10倍、だから、それって、ごめんなさい、こっっち側に話合わせて言って言るだけじゃない三浦の厳しい意見が相次ぐ終盤戦 志願者は窮地に追い込まれる波乱の展開が続くタイガーファンディングいよいよ最終局面虎の答えはそうですねまあ一応あと私が思ってはいたのはその例えばなんですけどもちろんその人数が増えないと売上としてアッパーがないのっていうのはもちろんその通りだと思うんですけどすみません今のの言われたお話に対してあのちょっとあの いろいろ混ざってしまったので、うまくちょっと返答ができなかったんですけど。実際にわかりやすく説明させていただくと、もちろん私としては人数はもっと増やしたいなとは思ってます。今の状態の売上の規模っていうのがだいたい三十から四十名で、それしか作れてないっていうのはもちろんそうなんですけど。将来的には、もちろん百名だったり二百名っていうのは別にいて損はないので、それは思ってはいます。 ただ10億円という規模を今の30名で達成できるんですかというとそれはもちろん難しいと思いますしたった10名プラスして10億円いけるのかというとただあの私が決めているのはもちろんすみませんあのさっきあの人数何名で何億狙いますかって言われたことに対して3040と答えちゃったのでちょっとそれはもちろんそうやって伝わるかなと思ったんですけどそうらそそんなビジョンの人,人に人はついてこないんですよ。あの数字がちゃんと合ってないから、はい あの100名にして売り上げを3億円にしたいんですっていう明確なビジョンに対してしあのそ,のビそのビジョンを共有できればね、はい、そこ目指して頑張ろうってうなら、ね、ついてくるかもしれないけど40人30人40人で10億円作りましょうって言ったら全員無理って思うじゃないですかだからビジョンがしっかりしてないんじゃないですかっていう考えなんですよね。それにに対しししてて反論るようにしか聞こえないんですよ申し オウム会社じゃないですけどそれに対して答えてるようにしか見えなくてその都ど都どで、はいはい、だから整合性がないなって思うんですよね、はい、だ最初に言ってることと今言ってることが整合性があんまり取れてないなと思ってるんですよはい,、うんまあ、い意地悪いですけど僕の言ってることって、ね、でも経営者ってそうじゃなきゃいけないじゃないですか、はい、整合性取れないと従業員なんか気づくんで、うん、前が言ってのにこう変わってるねってじゃどこに向かってるのか分かんないねじゃあ離脱しちゃおうっていう会社になっちゃうはないですかっていうと、はい、こなんでまあなんかちょっと揚げ足取るような感じでいやとも申し訳ないけどでも 整合性は取れてないです今のところ、はい、あのちょっと間違えたらちょっとあのその場でちょっと言ってほしいんですけど、はいはい、今月で700万800万ってところですか売り上げが、はい、そうですで、えっと、光で6万円入るっていうのは1件月6万円じゃないですか、はい、他かに何かこう商材はあるんですか今商材、えっと、今1つの商材に対して今それだけですってなると単純に計算すると、まあ、4万5,000円が早くこう、はい あのいただくようにして4万5千だとしたら月200件ぐらいしか取れてないっていう状況ですか今えっとそうですねえっとだいたい今平均的に取ってるのは300件ほどですね3 0月間で直販で300件取ってますなんとなくなんですけどちょっと僕この感覚間違ってたらちょっと言ってほしいんですけど、はい、30人従業員がいて 300件ってなんか少なくてちゃんと稼げてんのかなっていうのがすごく考えるんですけどこれ30人の中が全員セールスをしてるわけじゃないので、はい、あそうですさっき言った SNS のチームだったりとかあそれは別の,あの売上が立ってるってことですねあそうですそうです営業何人ですか営業自体は今は、えっと、回ってる人間に関しては15名ほどですねってことは一人が株式会社モノリスジャパン代表岩井義明 教育業界の広報戦略ノウハウを武器に制作会社を立ち上げついにはタイガーファンディング主催として還暦 YouTuber デビュー応援団長に由来する闘魂と懸賞演ネタにかける情熱の右に出るものはない今宵令和の虎が新しい未来に熱きエールを切るってことは1人が月間に20件取って,くる感じ取ってます20本ぐらい20件ってことは1日1件だよね大体そうですね、うんまあ 大体例えば入ってきたばっかの子ももちろんいるのでそれを例えばその上司が育ててマニュアルでトレーニングをしたりとかもちろんするんですけど、まあ、例えば取れる子で行ったら月50本月1人で取ったりとか40本取る子もいますし今は大体あくまで平均的な件数をお話しさせていただいただけなので400件行くときもあれば、まあ、大体最低ラインは決まってるんですけどそれは1人当たり100万円ぐらい月稼いでるいると言える範囲でどれぐらい返してるんですかそのあえっと 大体まあ100万円ぐらい売り上がればでそれの30パーほどですかねはい計算的にいくと従業員の方々は税理士法人レディング代表木下隼人相続の専門家としてコンサルティングを軸に事業を拡大全国の税理士を対象に自身の知識を継承し業界に学びの場を生み出す人の思いを次世代へつなぐタックスインフルエンサーは志願者の未来をどう試算する 従業員の方々はみんな満足してる感じですか？ま満足はしてくれてるとは思います。僕も平均で。はい、まあ今の20件ぐらいって話ですけど、当然その中のばらつきってあるんですよね。ありますけばらつきって、はい、その改善ってどう,どうやって下の子を引き上げていくんですか？そこに関してはもちろんトレーニングというか、逆に言えば、その今のこの仕事をする上で大切なマインド面であったり。とか、そういうところをすごく時間を使う。 んですよ僕の方もそうですし統括って言って上の人間もそうなんですけどこれなんでそれをする必要があるのかとかまあそういうところももちろんお話をするので、まあ、実際にあの私たち営業会社なんですけども朝出勤をすれば外回りするんではなくて必ずオフィスでえっと3時ぐらいまでずっとあのオフィスで例えば心理学の勉強だったりとかあのそういうのを全部入れてます。 そういう風なチームミーティングとかミーティングを全部入れているので、そういうところであのマインドのコントロールってのをさせてもらっているので、実際にはあのそういう問題はあまりあのあを次落ちたからもうそのまま落ちっぱなしっていうのは入れないようにしてます、ね。リカバーしてるっていうことですかね。はい、ずっと回ってしまうとさすがに気持ちが持たないと思うので。何年ぐらいやってます？今。 えっとセールスですか。いやこの事業ですね。事業ですか。もう五年ほどやってます。五年のうちで独立していったとかやめていった人何いますか。やめていった人はそうですね。例えば百五十人がいるとすれば、はい、大体でも十名ぐらいですね。十名ぐらい。はい。それってあの育ってやめていった人たちですか。育ってえ本当 そそ、えっと、そもそものを取れななくててやめいったそうですよね、はい、なんか聞いててです、ね、さっきからあのなんですか、ね、独立制度があるっていう話ですけど、はい、意外とみんな辞めたくないんじゃないかなって気がしててそうですね、はい、すごい魅力的な会社だと僕は思ってるんですよ。はい、でインセンティブの中で別に独立を置かないと辞めていくからっていう話だったけど結局辞めてないじゃないですか。そうですねで取れなくて辞めていく人は結構いると思ってるんですけどさっきのマニュアルも見ましたけど素晴らしい。 ありがとうございます僕としては営業ができる会社っていうのが一番強いと思ってるんでもうこれねあの全国的に大きな会社にしていくんだったら僕はよほどいいいんんじゃないかなかと思うんですようん、はい、その心理学の話とかもそうですしだから営業でもちろんこう物を売っていくでしかも営業のスクールもやってて、はい、でここに入ったら営業の一流になれるんだとんそれをやってる会社の商材を売りたいって言っては働く人がいて、はい、それだったら僕拡大 していけるんじゃないかなって気がしてて、うん、なんかあのマニュアルをすごい生かしてなんか商売する方がめちゃくちゃ儲かるんじゃないかなっていう気はすごくしてます非常にあのたくさん虎の,の方から短期的中期的長期的な話を、はい、出てますがそろそろはいアピールタイムという形よろしいですかはいすみませんいいですかはいえっとあの取られたくないんで僕全額えす <laughs> これで僕の勝ちですよね この時点で800万積み上がりましたので、はい、竹内さん取られたくなかった <laughs> あそういう、はい、これなぜなぜそういう気持ちになったんですかいや僕とすごい真逆なんですよ多分考えてることがで僕全然違う形で会社34年やってきてでもあなたの話を聞いていて。 確かに今はそうなんだろうなと思うことがすごくたくさんあるんですね僕の中に。でそれが正しいかどうか分かんない多分僕の考え方って三浦会長にかなり近いんですよ。うん、ですごい近くて皆さんが言えば言うほどそうだよな会社ってやっぱそうだよなって思うんだけど反面君は地頭がいいから、はい、この君の考え方でやっていっても会社はいけるんじゃないかなって思ってるんでワンちゃん。本当になんか期待感が強い そして君のこのリターンがとても魅力的です僕ははいありがとうございます、はい、なので一人でこのリ,リターンをいただきたいそれでは、えー、主催の一人出しということで、えー、連さんの希望金額100万800万円に達成いたしました完全オールとなります改めましておめでとうございますありがとうございますはい 頼むよありがとうございます、はい、すいませんありがとうございます激しい攻防戦の末物語は祝いの一人だし完全オールで終幕予期せぬ展開が続いたタイガーファンディング苦戦を強いられながらも戦い抜き見事勝利を勝ち取った男の背中を見送りタイガーファンディングは次なる志願者を待つ